ただのパチンカスの日常、略してただパチです。あ、こんにちは、どうも、久しぶりです。登録者10万人記念、ただパチを振り返ろう。やっと10万人ですよ。来ましたね。いや、だいぶ遅れたね。アウスティーモリタに比べてね。あ、比べたらね、うん、どんどん抜かされていったからね。どんどん抜かされていく。いや、でも冷静に考えて10万人めちゃくちゃありがたい。いや、まあ、すごいですよ、ね、まさか行くとは思ってなかったから ね、初めた頃は。ちょっと振り返りながら、まあ、ゆっくり話しましょう。タダパチがまずどう生まれたかっていうのとか、もう一から。一から。そういう感じね。はい。2年前ですね。まあ、もともと、まあ、3人でお笑いやってて、まあ、僕は辞めちゃったんですけど、今2人でやってまして、その3人の時に、オーディションでショートネタを用意してくださいっていうオーディションがあって、もうショートネタならもう何でもいいみたいな、うん。パチンコネタもちょっとやってみようよって言ってさ、うん、やって、まあオーディション落とされちゃったんですけど、そこでやったのがちょっと楽しかったから、TikTok とか上げようよって言って、上げたら1000いいねとか言ってね。そうね、うん。変な背景とか撮ったよね。変な、やばい。普通のスタジオのね。で、なんか、汚い服着て。汚い服着て。何最初撮った？窓マギのエラー音。あ、あれ最初か。ああ、そうか。中だよ、右だよ、左だよ、プルルルルル。店員さんでも何でもいい。早くエラーを直してほしい。やっぱ窓からの声かわいいな。エラー音で開けてもらっていいですか？ああ、ごめんなさい。なんかやったな。テレビ出れるわけねえよな。僕らやっぱお笑いでもまあ死ぬほど売れてないんで、うん、もう誰からも見向きもされてない中、1000いいねはもう脳バグりましたよ、本当に。嬉しすぎて。世の中に受け入れられた感じがしたよね。受け入れられたね、本当に。じゃあどんどん出していこうよって言ってさ、うん。で、今に至るって感じなんですけど。で、ロング動画をね、撮り始めたんですよね。うん、で、ここで訪れます。サンボキですね。来たね。マジで初期を支えたから。よし、この店結構取れるから、うん、今日はここで行こう。そうやな、うん、うわ、サンボマスターいいんじゃん。こいついたら全部取られてるからな。うわ、サンボマスターいいんじゃん。こいついたら全部取られてるからな。うわ、サンボマスターいいんじゃん。うわ、もう全部取られてるよ。牛音虎の天井700ゲーム、ラブジョー2プラス10周期レボリューション。お前偽物だろ。どういうこと？お前が偽物だろ。新宿のあいつだよね。一応モデルがいるんだ。モデルがいる。一緒に、あの、地下のマスターに。なんかエスカレーターでこういう。あ、あのね。あれが本当にあって、うん、そう。いや、やっぱ解析出てないから今がチャンスなんだよ。絶対取れるじゃん。じゃあ、うわ、サンボマスター帰ってんじゃん。絶対ないよ、もう。うわ、あいつらいるわうわーっていうマジで感謝だよね、その人には。そうね。そいついなかったら生まれなかったかもしれないからね、サンボマスターは。まあね、うん。サンボマスターって YouTube で検索したら、3番目に俺らの動画出てきてるから。本家の PV、俺ら。何なんだよ、これって。やばかったからね、本当に。ちょっともったいなかったのが、うん、あいつ喋んなかったんですよね。ああ、確かに。サンボね。サンボ喋んなくて、キャッチフレーズというか、その、決め台詞みたいなのあればね、もっと言ったかもしれないよね。いや、すごかった、これは。代表作ですよ。そっから、ま、オーシャン池田。はいはい。生き草にするおじさんとか、おばあ。おばあね。うん。ま、けど、ま、なんか、ブームってほどじゃないよねっていう。まあ、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 そうね。で、次訪れます。うん。デキン期ですね。来た。あ、デキンね。デキン店員も人気な時あったからね、ほんと。まあ、行ってなかった。もう。はい。あ、すいません、デキンです。え？お帰りください。関係ないんで、はい。殴られたんで、はい。あ、すいません、お客様、すいません。はい、あの、今後多分デキンになると思うので、え？デキンで、え？彼はデキン店員だ。何ができるんですか？あ、僕あのホッパーエラーを直すことはできます。デキンでー。ケンタかわいい、ケンタかっこいい、ケンタしか勝たんのコメントがもう、もうすごかった。デキンでーっていうそのなんか強ワードがあったじゃん。そうね、だそれがやっぱでかかったよね。でかかった、ね、最近なんか動画出したじゃん。もうなんかいいよねみたいなコメントで埋め尽くされて、ね、落ち方がすごいよね。落ち方がね、あんなに人気だったのに、もういいわみたいな、うん、いや、なんか悪者にしちゃったのが良くなかったんじゃない？あ、ちょっとなんかあ、なるほど、ね、ヒールにしちゃったから。ヒールにしちゃったね。
まあ、デキン機があって、はい、紳士パチンカスブームほどじゃないんですけど、まあ強いキャラだったよね。紳士パチンカス、うん、現場パチンカス、はいはい、まあまあサブキャラみたいなのね、社長の息子、社長の息子、あれ認知あるかなみんなで、うん、なぜかおばあが覚醒して軍団おばあになって、ああ強おばあね見た目一緒なのに、うん、まあでもこれもブームほどじゃないです。で次きます、氷付き、きたね、第6世代ね、第7じゃないんだ、第6なんだ。目押しありがとう、全然ですよ。あーわしもいいか、ありがとうね、全然ですよ。あぶねえ、俺は金を、金が借金取られしてたんだ。なんだなんだなんだ、効率の動画が店員あるあるの次に一番再生数がすごいね。顔刺されないけどね、メガネしないからかな。かけられます、俺めちゃくちゃにかけられる。いや、池田さんと一緒にいたら絶対かけられる、ね、俺一緒、全然俺マスクなしで普通に前方ずっと言ってるけど何もない場所も言ってるのに高円寺中野っつってんのに声かけづらいんじゃない、ちょっとなんか、いやそんな、だって笑顔だよ、ずっと笑顔、笑顔で打ってるから、ね、笑顔で打ってる、それは逆に怖いんだよで次が、限界サラリーマン、はい、まあブームなのじゃないけど、うん、まあちょっとね起こしたよね、ムーブメント、呼吸にビビるパチンカ、ああれは結構良かったんじゃないですか。はっ、かかったんですけど、最悪、面白い感じでしたね、ポップで。もっとね、ネタを出せればやりたいよ、俺、あれ。あと、池田さんがどんどん、外傷を、外傷、怪我を、怪我を、はい。池田さん、カップラーメンぶっかけていいですかって言って。いいわけないじゃん、頭からぶっかけていいよとは言うわけないじゃん、すぐに。めちゃくちゃですよ、家の中、僕の家でやってるんですけども、引きちぎったりね、もうね、なんかシャンプー、あれ俺の服じゃねえか、あれ、あのオレンジのやつ俺の親友がくれた誕生日プレゼントだよ、もう。誕生日プレゼント無地のオレンジのロンティーってなんだよその友達どうなってんだよ、やべえ。やっと来ました、ディスク機、あーディスク機ね、強いよね。いや僕ちょっともうブームにはいかなかったんで、初めて、確かに135か、じゃあ番ゼロ、わかりました。お前は？え、あの287番です。すみません。287か、じゃあマイジャグ行って。わかりました。はい。お前は？僕3番でした。ディスカップ。ディスカップ行って。四台並び今日強いのにディスク3台しかない。ディスカップ行って。ちなみに俺がアラヤクシーっていうとこ毎日飲んでるんですけど、アラヤクシーの廃れたバーに行ったら。うんうん、隣の人がパチンコやってる人で、うん、なんか僕もスロットやってますって見せてもらったら、うん、300万回転ぐらいでビタ 99% すごいで、俺この人絶対ネタにしたいなと思って、クマもその時の人がすごかったんでしょ、あ、その人ほんとすごくて、いや、もう何してるんですかってぐらいディスクまともに打ったことなくて、実はプレッシャー半端ないですけど、確かにめちゃくちゃ上手い人だと思われてるよね、多分ディスカップ。で、うん、ディスカップ選手権今度ね、そう、出るからね、出るからだいぶハードル上がってると思うよ、あれぜひディスカップ選手権、まあ、練習中ですからね、絶賛、はい、はい、まあっていう感じですかね。いやー思ったよりいたね、キャラ、いいよ、いやめっちゃいるよ、これ出してないキャラとかもいるからね、まだオーシャンズパチンカス、あ、オーシャンズパチンカス、ね、オーシャンズパチンカスあるじゃん、うん、あれもまあまあ人気だったよね。あと原田ハラオまあそこら辺だよねブスダブスコとか結構なキャラを埋めてるわけだから、まあこれからもね、うん、どんどん生産していきましょう。そうだね、キャラ出したい、うん。12月23、はい、熊本県に行きます。初九州、はい、前日にあの店舗名言えるんで、熊本の方ぜひ来てください、はい、よろしくお願いします、はい、X やってます、まあ、X ですね、こまめな告知とか来店の情報とかも、池さんたちの個人の方でもあのお笑いのね告知も、はい、興味ある方ぜひ。赤うがつもり店だっていうね、麻雀チャンネルも実はやってまして、はい、1年で3万人ぐらいですか、3万人、ぜひぜひ個人チャンネルやってまして、痩せた分だけ軍資金が増えるダイエット動画とか出してるんで、はい、
よかったら見てください。はい、何のチャンネルなのそれ。何人ぐらいなんですか今。300人。まあまあ、でも全然ね、ここからね、ただパチの動画で個人のチャンネルの告知はやめてください。収益分けてください。ちょちょちょ待って、で池田さんがとこれが池田さんと俺が人のせいですよ。俺池田さん、俺本当に俺は別にそこ別にいや別に、まあ、持ってないから別に俺も大丈夫だからね。これからもよろしくお願いします。あの長い間ねありがとうございます。本当にこれからもありがとうございます。